皆さんこんばんは、うずら姫でございます。本日も、うずら姫のおかま掘らせていただきますでございますけれども、今回で第7弾でございますね。7といえばですよ、ラッキーセブンでございますからね、今日はいいことが起こるんじゃないかと、思います。本日の舞台はこちら、ご存知中川キング本店さんでございます。この中川キング本店さん、私を、1から7までですね、場所を提供していただいて、大変ありがたいことでございますけれども、このライオンちゃんにね、抱かれてもいいかなと、それとですね、うずら姫のおかま掘らせていただきます。なんとパチタウンの中で動画として見れることができるようになりましたので、ぜひパチタウンもですね、皆さんダウンロードしていただいて、動画の方お楽しみいただければと思います。それでは始まりますよ。うずら姫のおかま掘らせていただきます。パイルダウン。うずらのおかま掘らせていただきます。すっかりおなじみの中川キング本店で3連勝を目指すうずら姫、前回は見事な釜掘りを見せてくれただけに、今回の実戦にも期待したいところだね。お眼鏡にかなう台を見つけてプラス収支で終われるように頑張ってくれよな。 BT48 回、いい台ですね。やっぱいい台はどきませんね。はい、また大当たりでございます。素晴らしい。BT38、BC は50回の台ですけれども、トラップはどうでしょうか。あー、ずっとこの辺を、悪い台ではなさそうですけど、ちょっとオカマ掘るにはまだまだ物足りないかなっていうことで、ゴッと行きましょう。ゴッと、あーです、あーです。ペルセポネよりケルベロス、ペルセポネよりケルベロス。やっぱパチンコ行こうかなと。今日は何たってあんたパイルダウンしてるんだから。山とどこにあるのかな。あったん、見つけちゃったん。ニンガラシンガラロンガラヤンガラト、ヤマトがトあります。で、一番出てる台を打とうかな。前回その戦法で勝ってますからね。35も出てます。うわ、これ35連ですよ。あちゃー、もう座って一発当てたら35連ですよ。こんなことあっていいんですか、世の中で。あっていいわけないじゃない。座ります。うずら参ります。まあちょっと怖いのがですね、なんと35連チャンしてるんですよ。あー、なので初当たりがどうなのかっていうのがちょっと微妙ではございますが、でも有言実行でございます。出てる台を打つ、まあ、これがこの番組のコンセプトでもございます。まあ、コンセプトというか、お釜を掘るにはこれがいのある台に座らなければいけないということで、まあ、動画機はどうでもいいとして早く回しましょうね。やっぱこの方頭がいい。23回転でもうやめてますから、もうこれ時短とかないんですよ。終わりは終わりとスパッと終わりますから、この台なので、まあ大当たり継続が終わったら、23回ぐらい回して、多分上玉残ってる玉でしょうな。それで23回回して帰ったと思います。まあ今日今頃、今焼肉かなんか食うとんやないですか。羨ましい。これはガセでしょう。違う機種なら3のリーチ熱いんでしょうけどね、このリーチはまあ別にっていう感じ。あ、発展しました。まあ発展しても一つも嬉しくないのはやっぱ当たる気はしない。これで当たったら私裸で一周してやるわよ。あと1個でレバーインしてくるんだけど、その1個がなかなかね、ドーンってくればワープです。はい、来ません。
あ、裸で一周しなくていいからほっとしたような微妙な感じだわ。全然知らなかった。こっちの方が当たんじゃない。まあ一応初当たりが2回ですね。イエーイ61連ってどげんよ。いやーもうグラフいっちゃってるもん。2万発オーバーで天井いっちゃってこうなってるわ。普通こんな台座れないでしょ。だから空いてるんじゃない。私が打つわよ私が打つわ。もう普通じゃない人しか座れないと思う。よっぽどのアホタンかよっぽどの美形私は後者だと思うけど、まああんた挑戦してやろうじゃないのということでね。まあ先ほどの台も100数ゲームでやめちゃいましたけれども、この台を見つけたんでね、私一つ忘れておりましたわ、大福の儀式を。当たる台はね、私が吹かなきゃダメなのよ。いやーまあと言うて吹いて吹いてね、綺麗に吹いて、はい、裏側も吹いて吹いて、裏汗かくからね、吹いて吹いて、はい、脇汗もこんな人いるの吹きすぎじゃない。もうハンドルまで吹いちゃうかしら。でついでにもう鼻も吹いちゃうもんこれそれでは参りますわよ。あ、変化玉来た。あ、でもね、1回目で変化しなかったら2回目の演出もほぼほぼ変化してないですね。経験上いろんな変化するその演出があって、まあ、ここに変化って出ることもあるし、森行きがなんか落としたものを拾うときにパンツが見えるのよね。その時にパンツの色で交流が変化するというね、ちょっとその演出いらないんじゃないかっていうようなこともあるんでございますですよ。あ、もう暖かくなってきたから短パンの男の子が増えてきたら嬉しい男性もあれでしょ、女性がミニスカートとか嬉しいでしょ。それと同じよ、私も男の子の短パン大好き。今日のイケメンは彼です。ほんとここイケメンさん多いんだよね。あの従業員ももちろん伊藤君もかっこいいし、勝彦さんもかっこいいし、店員さんにもいるんだけど、お客さんにも本当にイケメンさん多いですよ。だから女性のお客さん多いのかな。あ、エンジン始動確定。あ、ただあーすごい緑になって艦長になった。これやったんじゃない。赤だったらな。ほらほら艦長緑メラメラ。まあ当然この魂は溜まってレバーエースが来ると思いますよ。ほらもう一気に4個だもん。まず基地で1回目ですね。山と、はい、2回目です。怒ってよ、何か怒ってくれなきゃ困るわ。あ、来た赤文字。おお、なんかビヨ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 。わー、ワープワープワープ、熱いね。来たこれもらったんだな。どんどん溜まって、あと1個溜まって、あ、来た来た来た、はい、レバー演出つくよ。いいねこれ。いやいや、もっともっと。そうです、まだまだです。若い会計充填完了でございますよ。かっこいい。よいしょー、キン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 やったなー、これ当たったでしょ、これ90回転目。もう見て見て、青い石のおかげかしら。
あ、廃棄中。2、1、押せよ。来たこれ。もうキンキラキン、キンキラキンよ。行くで、波動砲。カモン。嘘よ。いや嘘よ。いやいや、からのだから、からのからのあるわよね。あるのよね。ない。いやー、びっくりした。いやー、今の本当激アツリーチにはやられた。あー、本当に体温上昇だからね。体温上昇中。やめられまへんな、このドキドキとワクワクが私は続く。そして私はどんどん綺麗になっていく。あんたに出会うためにね。まあ意味わからんこと言うておりますけれども、ああがっかり。気分がこんなんだって、こんなんだったからね。しょうがないっちゃしょうがないけど、まあ今のリーチがなぜ当たらなかったか。あ、緑保留だったし、あとあのヤマトが、あの金ヤマトが出てくれたらですね、まだ信頼度は上に行ったんでしょうけど。緑だ。もう2回こうかな。早い。金ヤマト来て、金ヤマト。赤文字だけど金ヤマトは来ないし。これ発生しないと無理ですね。失敗だ。だよね。ワープ行く？行く？行った。でもさっきもワープ行ったからね。まだ騙されないわよって感じよね。なんか。いや早い。波動砲系リーチには行きましたが、何せいろんなものが、星4つ赤文字、普通だったらもう盛り上がるんだけど、もうさっきで盛り上がりは結構。敵が赤かったけど、ほらなんかダニみたい。あー、カットイン緑だって。波動砲用意。何、俺が責任を取ります。青だ、青。でも赤になるのかな。ダメだと思いますが、おっとっと。当たった。私やったわ。やった。もういきなり来るんだもん。幸せっていきなり来るよね。やりましたでございます。140回転目かな。起死回生を、ここで起死回生を起こすわよ。心
までよかったか。120% までいけば。お願いお願いお願い。まあお願いよ。いかなかった。ダメでした。まあ皆さんの予想通りの展開だわね。当たったのにはびっくりしたけど。以上410玉をゲットして当たりは終了でございます。まあ当たりしたものよね。いやーびっくりした。まあ残念でございました。 52% のラッシュに入れられなかったんでね、単発で終わりましたけれども、ちょっとパチンコ諦めてここからちょっとスロットに移動したいと思います。ちょっとオキスロコーナー来ました。この動画ではオキスロはまだ打ったことないんですけれども、合成が131分の1でございますね。この台はイケイケマハローでございますね。はい、それではイケイケマハローで私もイケイケよ。言わされてないわよ。私が言ってんだよ。もうこれもあれでしょ、ちょっとか光ればいいのよね。時間も押し迫ってきたんで、ちょっと2、3回連続してパコンとですね、当てたいでございますけれども、私結構沖縄というか南国の植物好きなのよね。だから頭にもハイビスカスがあるでございますでしょ。これはあのプラダンスのレイに使われる花でございますね。頭に巻いておるのは。イケメンの店員さんいた。蔵前くん。お名前蔵前くん。まあ若くて可愛い。ピチピチしておりました。やっぱイケメンの店員さんも多いよね、ここ。いいな、どうせ彼女いるんだろうな。休みの日は何してんのかな。身長は170ちょいくらいですね。体重は60キロ台後半。足のサイズは26から 26.5 と見受けられますが、何プロファイリングしてんだろうね。多分ねモンストやってると思う。あの手の顔はモンストするのよ。そうだ、私スマホにしたのよ。スマホデビューしてしまいました。だからね、私だってモンストできるんだから。やらないけど。ゲームしだしたら私寝なくなっちゃう病気があって。もうこれから FFM も出れば、ドラクエも出るでしょ。なのでもうハードはプレステ4を買おうと決めてますけれども、もう私多分それ買っちゃったら寝不足の毎日だわね。だからスマホでゲームなんかできた日にはもう私はもう多分もう中毒になります。もう化粧しても分かるぐらい目の下に青いクマを作ってですね、皆さんの前に現れるかと思いますので、それだけはちょっと避けたいなと思って。おお来た、鳴っちゃった。これ当たりだ。中山チェリーだ。どうしてもいいんですか。あー当たった、鳴りましたでございますね。回転目は253でございますね。150ぐらいから始めたから103回かぐらいですね。投資は3本。さあどっちでしょうか、行ってみます。あ、ビッグでございます。やりましたね。やった、蝶々がピカピカ。無事1回目です。残り5分を切っておりますからね。もう一回、もう一回いかんかな。40回。あー終わった。はい、うずら姫のおかま掘らせていただきます。第7弾終了でございました。まあご覧の通りね、パチンコ1
回スラッタ1回3点じゃないけど、まあ、そんな感じでグダグダって終わってしまいましたね。なんかやっぱりちょっと、出過ぎてた台なんですかね。一番出てる台に座りたかったと言って、まあ、有言実行で座ってはみましたけれども、続かなかったと、まあ、当たり引けたのが、まあ、奇跡みたいなもんですよね。今日の投資が、14.5 本ですね。で回収が 5.4 なので、9.1 の負けということになりますね。残念です。3連勝したかったわ。この番組は DMM パチタウンでもご覧いただけることになりましたので、まだダウンロードされてない方はぜひですね、DMM パチタウンをダウンロードしていただいて動画をチェックいただければと思います。ということでまた見てね。ぐるぐる回したもんこっち。あなたはだね。